こんにちは、アートオブザウォーチャンネルです。本日は歴史的名称をご紹介したいと思います。本日紹介する名称はエルウィン・ロンメルです。この動画は第10部であり第9部までをご覧になっていただいてからご視聴ください。ロンメルは難攻不落のトブルクを制圧し、ドイツ、イギリスだけでなく世界に衝撃を与えました。もはや誰もが知る世界的名称です。ロンメルはこの戦線を勝利で終わらせるべく、エジプトに侵攻を決意します。そして早くも兵を進めました。しかしここから苦難の戦いが待っていました。それでは続きから見てみましょう。ロンメル率いる独位軍はガザラの戦いで消耗していたが、英軍に回復の時間を与えぬために勢いに乗って1942年6月24日からエジプト領へ攻め込んだ。6月25日に独軍第15装甲師団と第21装甲師団はエジプトの港町メルサ、マトルに迫った。オーキンレックはメルサ、マトルーから東に150キロのところにあるエル、アラメインの方が防御が容易と判断していた。ここはカッターラ定地の存在により作戦を展開できる領域が狭く、ロンメルが得意とする内陸部からの大胆な迂回戦術が使えない場所だった。ロンメルは英軍がエル、アラメインで体制を整える前に一気に片付けることを企図し、メルサ、マトルからエル、アラメインに撤収していく英軍の急追を命じた。6月30日には独軍がエル、アラメインに接近した。しかしロンメルはここでエル、アラメインの場所の特性に気づく。エル、アラメイン南方に広がるカッターラ定地は、半ば干上がった湿地帯であった。半ば干上がっていても湿地帯は湿地帯であり、塩水の沼地と生乾きの泥と泥が乾いた微細で底深い流砂は装甲車両の通行を阻んだ。ドイツ軍はそれまでの上昇策であった内陸部経由の戦略的な迂回を行えず、エル、アラメインへの正面攻撃を繰り返すしかなかった。正面での消耗戦の始まりであった。ロンメルは7月1日にエル、アラメインへの攻撃を開始した。ロンメルはまず地中海に隣接する北部地区から敵戦線中央までを正面から攻勢をかける。しかし連合軍の抵抗は頑強で正面攻撃では押し切ることはできなかった。連合軍も何とかしてここで粘るため必死だった。もしこのエル・アラメインが陥落すると北アフリカの主要な軍港は全て陥落したこととなり、これにより輸送船による増援が不可能となるだけでなく、その先にあるエジプトまでもが征服されると、中東の産油地帯はドイツ軍に蹂躙され、同時期にソ連南部コーカサス地方を攻撃していたドイツ軍英軍集団に強撃され、ソ連の油田まで占領されてしまう恐れがあった。この要衝の地エル・アラメインでロンメルを食い止めねばならなかった。この戦線で両軍は一進一退の激しい攻防が繰り広げられる。しかしそれは消耗戦を意味しており、ロンメルには不利に働くことになる。この当時ロンメルは三重苦に陥っていた。この三つの点がトブルクとの違いだった。まず一つはこの頃英軍と独位軍で補給状態の差が広がり始めた。英空軍、海軍による独位軍の補給輸送船の撃沈が再び急増していた。ドイツ軍はトブルクやメルサ、マトルーを占領していたが、イタリア軍がこの二つの港に補給物資を届けるのは不可能であった。結局その遥か西のトリポリ港やベンガジ港に補給物資を輸送し、そこからトラックで運ぶしかなかったのだが、トリポリ港からエル、アラメインの前線は1800キロも離れていた。一方英軍はアレクサンドリア港から補給が可能であり、アレクサンドリアからエル、アラメインの前線までは100キロしか離れていなかった。二つ目に情報収集能力にも差が広がっていた。ロンメルのアフリカ装甲軍の主力の情報部隊である第621無線防受中隊が7月中旬の戦闘で事実上壊滅してしまったことで独軍の情報能力が大きく低下していた。英軍は独軍の通信を傍受で消える、アラメインで進撃が停止した今、ロンメルの通信は彼の部隊の困窮をそのまま伝えるものばかりであり、その内情が筒抜けになっていた。ロンメルが病気であることも英国側は把握していた。
三つ目はアメリカ軍の本格的な参戦が決定し、レンドリース法、武器貸与法、によってイギリス軍は米国から300両以上の M4 駐戦車と大量の航空機の増援を受けた。これによって制海権も制空権もなかったため敵は時間が経つにつれてどんどん強化されて、何もしなくても不利になっていく状況だった。つまり正面突破しか図れない L、アラメインでは消耗戦になった時点で敗北であった。補給戦では勝てないからである。ここでロンメルは撤退して体勢を立て直すか攻勢に出るしかなくなる。ロンメルは戦車の高速機動能力で敵の南方の地雷原を突破し、L アラメインの南側に出てさらにアラム、ハルファ高地を大きく迂回している、アラメイン東に浸透する計画を立てる。お得意の機動戦術に出たのである。8月4日、英国首相チャーチルがエジプト首都カイロを訪問し、オーキンレックに対して直ちに攻勢に出るよう命じたが、オーキンレックは9月中旬以前に攻勢に出ることは不可能だとして拒否したため、彼を中東方面軍司令官から解任し、第8軍司令官にバーナード、モントゴメリーが着任した。この男の存在がイギリス軍に転機をもたらす。8月30日から8月31日にかけての真夜中に攻勢は開始された。これがアラム、ハルファの戦いである。しかし地雷が予想より多く、なかなか進軍できなかった。また砲兵隊の激しい砲火を浴びて打撃を受け、第21装甲師団長ビスマルク少将が戦死した。さらに朝になると英王立空軍の激しい空襲を受け、もっと激しい打撃を被り、アフリカ軍団長ネーリングも重傷を負い、戦線を離脱した。ロンメルはアフリカ装甲軍の要であるこの二人の脱落に動揺した。しかもモントゴメリーはロンメルが高速機動による迂回戦術を仕掛けてくると看破しており、なんと予想される進行ルートに戦車部隊を配置しており、待ち伏せ攻撃を受けることになる。またさらにまずかったのがこのタイミングで砂嵐を受けることになりスムーズな奇襲をかけることはできなかった。またここでロンメルは、誤った決断をしてしまう。当初の計画ではアラム、ハルファ高地を大きく迂回している、アラメイン東に浸透する計画だったのだが、残りのガソリンの量を心配していたロンメルは最短距離で進軍しようとしてアラム、ハルファ高地と高地の間の通過を命じた。しかしここはモントゴメリーが独軍通過ルートの本命と予想していた場所だった。待ち伏せていた英軍砲兵隊も激しい砲火を浴びた。しかもロンメルが進軍ルートに選んだアラム、ハルファ高地南方は地面が柔らかい砂漠で戦車の進軍に全く向いていなかった。地形に足を取られながら、アイロの両丘と進路上の部隊の3方向から攻撃を受ける羽目となった。9月1日にはロンメルも正気を失ったと判断して全軍に攻勢中止と北戦地の退却を命じた。この戦いにおいて、砂漠の狐の攻勢を撃退したという事実は低下する一方だった英軍の士気を回復させるに十分な効果があった。ロンメルにとって不幸は続く、ロンメルは病気で、ドイツ本国へ一時帰国することになった。ロンメルは自分が不在の間、悪魔の花園、トイフェルガルテン、と名付けた凄まじい密度の地雷原、地雷の総計44万個、を独衛軍正面に作らせた。これは全長 61km にも及び、対人と対戦車用で日本の線となって南北に伸びた。しかもその地雷原は地雷原と地雷原の間に空間があり、1陣目を突破しても2陣目があり、そこを突破しても戦車部隊が待ち構えているという陣容だった。しかも地雷原でもたついているとドイツ軍の守護神アハトアハトが狙い撃ちしてくるという構えを見せていた。一方モントゴメリーはすぐに攻勢を行え、と命じるチャーチルを抑えて、ドイツ軍の4号戦車に対抗できる戦車であるアメリカ製のシャーマン戦車の到着を待った。しかもモントゴメリーはロンメルから学んだ偽装工作を実行する。それは戦車にトラックの被り物をさせて、トラックが移動していると見せかけるものであった。近くから見るとすぐわかるが遠くから見たらトラックにしか見えないものだった。ここでモントゴメリーは計略を打って出てくる。ここに攻勢に残るエルアラメインの戦いが始まったのである。それで破線地を見てみましょう。場所はエルアラメインの西側ロンメルの増援した。
悪魔の花園です。10月23日夜中からライトフット作戦を発動して攻勢を開始した。これは歩兵が先頭に立ち、地雷を除去して戦車が通れる通路を作る。歩兵がそっと歩くためライトフットと呼んだ。これでモントゴメリーは地雷原を突破するつもりだった。モントゴメリーは千門以上の方で一斉砲撃を開始した。その後南部からこの地雷突破部隊がそっと進行してくる。しかし当然ドイツ軍も激しく抵抗。イギリス軍は支援攻撃はあったものの、進行部隊は極めて低速で進行したため格好の獲物になった。このライトフット作戦は2日間に及んで行われたが、ロンメルの地雷原を突破できなかった。しかしこれ自体が陽動だった。モントゴメリーはこのライトフット作戦により、ロンメルの戦車師団を南部に拘束できたと判断。次に北部のエルアラメインから海岸線ギリギリを通って攻撃する命令を出す。これによって南部に部隊が集中していたので、手薄な北部を連合軍が突撃してきた。これはオーストラリアの師団が担当した。急ぎアフリカに戻ったロンメルはここで北部に戦車部隊を移動するかどうか迷っていた。なぜかというと物資が枯渇しており特にガソリンはもう少しで完全になくなってしまう状態だった。もしここで南部の戦車部隊を動かせば対処はできるがもはや南部での機動戦はできない。かといって動かさないと北部から戦車部隊が地雷原度外視で突っ込んでくるので地雷原に完全に穴が開く。迷った結果ロンメルは南部の師団を北上させる。北部ではロンメルの戦車軍団とオーストラリア戦車師団が激戦を繰り広げていた。海岸線の地雷原を犠牲度外視でオーストラリア軍は突撃してきた。ここでも効果的にロンメルの悪魔の花園は機能した。アハとアハとの犠牲者は増えていった。しかしロンメルはこちらが効率的に戦っていたとしても消耗戦に巻き込まれていることはうすうすわかっていた。そしてモンゴメリーは次のカードを切る。ここでモンゴメリーはついに本命のスーパーチャージ作戦を発動。物量に物を言わせた全面攻勢をかける。なんとロンメルが戦車部隊を移動させた南部に一大攻勢をかけてきた。この連合軍の攻勢にもはやロンメルは効率的に反撃できるだけの手段は残されていなかった。南部の悪魔の花園はライトフット作戦の準備砲撃で地雷を広範囲に爆発させられ、花園は駆逐されていた。その無力化された地雷原に連合軍の戦車部隊は次々と進行してきた。もはや南部の部隊だけが障害だったが、部隊数から考えて突破は時間の問題だった。南部での連合軍の一大攻勢を聞いてロンメルはもはやなすすべなしと判断。ヒトラーにエル・アラメイン戦線から大幅に撤退することの許可を求めた。だがそれに対するヒトラーの返答は死守命令であった。この状況での死守命令にロンメルは絶望して憔悴。しかしこのままでは独位軍は大打撃を受け続けるとヒトラーに嘆願。南方総軍司令官アルベルト、ケッセルリンクの取りなしにより11月4日になってようやくヒトラーの撤退許可が下りた。だがすでに撤退の工期は逃しており、英軍から激しい追撃を受けた。連戦連勝を誇ったドイツアフリカ軍団にとって初めての大敗北となった。また最前線にいた将校はロンメルにいかに状況が絶望的であるかを報告した。どの師団も消耗が激しく、兵員は1000を数えれば良い方であった。高級将校すら車両の不足で徒歩で司令部に向かう状況だった。この戦いにおいてのポイントは場所をエルアラメインに引っ込んだ点と、戦力の充実が叶うまでロンメルからの攻勢に姿勢を貫いた点だと思います。無線の傍受からロンメルの状況は筒抜けであり、長期戦になれば有利になると分かっていました。また戦車の軌道を防げるカッターラ定地を南部として北部を地中海とすることでロンメルを谷底で勝負するのと同じことを強要したことにより得意の戦車での高速軌道での迂回を防いだ点が大きいと思います。ロンメルに私ごときが意見するのもあれですが、一旦引いて広大な砂漠に引き込んで、野戦で勝負していれば勝機はあったのではないかと思われます。ただし相手が乗ってこなければ、別の手を考えねばなりませんか。いかがでしたでしょうか。
本日はエルウィン、ロンメル大十部をお送りしました。エジプトに侵攻したロンメルでしたが、要害の地エルアラメインで戦車の起動を防がれ、補給、通信、病気に苦しみ、長期的な消耗戦に巻き込まれ、モントゴメリーの一大攻勢についに敗北し撤退していきました。トブルク陥落からたった4ヶ月で戦況は急変しました。この後ロンメルは北アフリカでどう戦っていくのでしょうか。本日はここまでです。チャンネル登録と高評価をしていただきましたら励みになります。それでは違うテーマでお会いしましょう。